今回の貫通では、まあ、厚木航空基地に行ってるんですけど、ということはやっぱり航空部隊を紹介したいんです。うわ、飛行機ですか。ちょっと久しぶりに装備品紹介できるかな。うわ、ゾクゾクしますね。見てください、キャメラ。お、なんか隊員さんいらっしゃいます。おはようございます。ようこそ61空へ。おはようございます。61空の隊員の方で、はい、いいですよね。61空千人号町の小鳴総長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで、伍長はなんでこんなところに立ってらっしゃったんですか。今日も小笠原から当隊の C-130R が運航しています。飛行機が飛んでいる日は空模様が気になりますので、こうして木の陰から空模様を確認しております。そんなバカなことあります。ありがとうございます。でもおかげでいろいろとお話聞けそうで。はい、これなんかヤシの木って面白いですね。那覇の基地に来たんかと勘違いしちゃいました私。定期便運行が、はい、南鳥島という日本の国土の東側まで運行しておりますので、はいはい、経由地の南国を連想させるヤシの木を、はい、タグロの前に置いております。ありがとうございます。では千人号調室でどうぞご案内します。ありがとうございます。すいません、ヤシの木の前に立たせてしまって。ありがとうございます。あ、これ伍長の部屋ですか。はい。61空を一言で紹介するっていうか、はい、どんなことやってるんですかっていうのをちょっと説明していただいてもいいですか。61空には C-130R 型航空機、はい、それから LC-90 型航空機2機種を保有しておりまして、はい、海上自衛隊の人員および物資を各基地へ輸送することを任務としています。以前は YS-11M 型航空機、はい、国産の双発のプロペラ機を運航していたんですが、はい、平成26年に C-130R へと、機種転換しまして、はい、引き続き輸送任務に従事しております。61空って、はい、その歴史的にはどのぐらいの年数経ってるんですか。ありがとうございます。昨年12月に、はい、解体50周年を迎えました。現在51年目を、はい、過ごしているところです。なるほど。海上自衛隊が今年70周年で、はい、61空は今51周年目ですかね。その通りです。なるほど、すごい素晴らしい物体ですね。さらに小鳴総長に庁舎内を案内していただくことに。2階に上がってすぐにお出迎えしてくれたのが、あれ、これですか、もしかして C-130R って。その通りです。このようにプロペラ4機ってありまして、すごい、夜間でも視認性を確保するようにこのようにライトが。ちょっと今何をしたんですか。すいません。ではエンジンの方を止めます。なるほど。実際の C-130R はその下のところでエンジン起動するわけじゃないですよね。実際はこの操縦室の中にスイッチがありますので、そりゃそうですよね。操作させていただきます。しょうもないボケに付き合わせて大変申し訳ございません。2階にはその他にもたくさんの感謝状や61空グッズの展示。こちらの模型は YS-11 ですね。そうですね、 YS-11 につきましては東日本大震災発災後、はい、救援物資の輸送に従事しまして、はい、かなりの飛行時数を、そちらの方で消費しました。なるほど。もう一機なんか LC-90 もあるって聞いたんですけど、あ、 LC は、はい、飾ってないですかね。すいません、ありません。そういうところですよ、見たいのに。では、お、こちらへの自然な、あー、綺麗な写真。これは模型はありませんが、こちらは夜間飛行している LC-90 型航空機の操縦室。これ LC-90 のコクピットなんですね、はい、これは LC-90 の模型飾ってないと言って、私大変申し訳ございませんでした。こういう誘導があったんですね。綺麗な写真ですね。あ、これでこれ50って書いてるっていうことは、その50周年の。はい。はあ、すごい。伍長。はい。ありがとうございます。なんか今気になる小窓が見えたんですけど。あ、ありがとうございます。これも奥格納庫ですよね。はい。J83 格納庫です。ああ。なかなか普段
空を飛ぶ飛行機の上側、背中の部分って見えないと思うんですが、はい、2階の窓からですとお尻と背中がこのようによくご覧いただけます。お尻と背中ってこれのことか。なるほど。これ今見えてる航空機は、はい、C-130R で間違いないですかね。はい、56号機になります。あ、ちょっと格納庫の方に行ってみてもいいですか。ご案内します。ありがとうございます。はい、いやー、なんて親切な。うお、これか。うわー、まあ、これ整備中ですね。いやー、すげえなー。 C-130R のこともうちょっと聞きたかったけど、搭乗員の方いないかな。お、あ、こんにちは。こんにちは。海爆広報室の中村一と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ今どこにいたんですか。今ちょっと隠れてました。隠れてたんですか、はい、ちょっと早く出てきてくださいよ。すいません。あ、いえいえ。あれ、お名前伺ってもいいですか。はい、ロードマスターの寺尾市長と申します。ロードマスター、はい、ロードマスターってどんなことしてるんですか。はい、飛行機に荷物を乗せたり、いろんなところに荷物を運んだりするのが仕事です。あー、ロードマスターとはただ荷物を運ぶだけじゃないんです。人や荷物をどのくらい乗せられるのか、その順番やレイアウトを考えたり、機体の重量や重心の計算、さらには緊急時の安全確保などを行うスーパー搭乗員なんですよ。おいくつですか、年齢は。今年で26になります。26、若いのに。すごい、もう搭乗員なんですね。搭乗員希望してたんですか。はい、希望してました。へえ、C-130R に乗りたかった。はい、そうです。これ言わしてないですからね。はい、はい、なるほど。これってでもさっきYS の時よりもだいぶ荷物が乗せれるって聞いたんですけど、どのぐらい乗せれるんですか。そうですね、だいたいゾウ5匹分ぐらいだったら軽々運べます。ゾウ5匹分はい、やってくれましたね。それは大人のゾウっていうことでいいですかね。そうです。ゾウ5匹は何トンですか。だいたい20トンぐらい。20トン、ゾウ5匹で20トン。なるほど、はい、ちょっとゾウの重さあんまりすぐに理解してなかったから、もうそっちの方が驚きですよ。はい、人数は何人ぐらい乗れるんですか。そうですね、だいたい100人ぐらい乗れます。へえ、すごい。でちょっと中とか、はい、見てみたいんですけど、はい、乗ってもいいですか。はい、どうぞ。 ありがとうございます。あ、中はすごいな、すごいな。まあちょっと暗いから分かりづらいですけど、広いのは分かります。面白い。うわー、これ奥とかすごいですね。そうですね。ちょっと待ってください。後ろのドア開くって、これどこが開くんですか。これ全体すべて開けます。すごい。へえ、あ、そっか。じゃあこの後ろが開いて、なんかその荷物を乗せたりするような感じなんですね。はい、はい、そうです。へえ、ローラー、足元ローラーみたいなのついてますけど、はい、これはなんかその荷物をこう滑らすためにみたいな。はい、そうです。荷物を入れるときに転がるようになっています。すごい、さすが輸送機ですね。ありがとうございます。これ何なんですか。こちらトイレになります。トイレ。はい、トイレですか。はい、うわー、すごい。まあ一応洋式便器なんですね。はい、そうです。ウォシュレットはついてないですよね、さすがに。ウォシュレットはついてないです。わかりました。すごいな。なるほど、これが用を足してる姿ですね。なんか用を足してる姿もなんか飛行服だとかっこいいですね。実際は脱ぐと思うんですけどね。なるほど。じゃあすいません、寺尾市長、貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。見せてもらって、じゃあ今日ちょっと飛行作業あるみたいなんで、それ見学させてもらいますね。はい、どうぞごゆっくり。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、え、ちょっと待ってください。ちょっとカチャってもう閉まった。
こんな別れ方あります？まずは搭乗員によるブリーフィング、経路など綿密に打ち合わせします。エプロンでは C130R に燃料を給油しています。燃料満タンでなんと 64,654 ポンド、200リットルのドラム缶約180本分なんです。厚木航空基地からハワイまで飛ぶことができます。隣では搭乗員がタイヤをチェック。大きなタイヤ、航空機の隅々まで細かくチェック。トラブルは見逃しません。そして先ほど暗くて見づらかった機内のスペースです。最大92名が座れるようになっています。お、これは荷物を下ろす映像ですね。ロードマスターの技が光ります。ぽっちゃりとした大きな物体が飛ぶなんてちょっと信じられませんね。お疲れ様です。お疲れ様です。あれなんか飛ぶ前の点検とかすごかったっすね。タイヤでかいし大変ですよね。そうですね、あの130はタイヤがでかいのが4個ついておりますので、はい、今日これから無事に飛行作業はできそうなんですか？はい、本日は、この後ローカルフライトをします。大きなトラブルもなく、はい、あ、それもしよかったら乗せてもらいたいんですけど、はい、あ、もちろんです。いいですか？はい、そんな簡単にいいんですか？ありがとうございます。大丈夫です、はい、あっさり OK ということで離陸前のミーティングに参加。先ほど話した通り了解、あれ、よーす。さあ、まずはエンジンの始動です。一つずつ順番に始動していきます。コックピットではエンジン始動前後の作業中、機長の号令でエンジンを始動していきます。機内のチェックも済ませたら滑走路へ移動し、いよいよ離陸します。速度を上げていきます。ゆっくりと機体が上昇しました。航空機は厚木航空基地を離陸し、相模湾の上空約1000メートルを飛行中です。これは横浜ベイブリッジも見えます。進路に狂いがないか目視でもしっかり確認します。窓の外には江ノ島ですね。機内では中村一員がなぜかハーネスを装着中。一体何が始まるのでしょうか。なんと飛行中にランプドアがオープン。搭乗員の方々の粋な計らいで上空を飛行中の C130R のお尻から外を眺められることに。天気がいい日だとこちら。まるで映画のワンシーンのよう。
これは搭乗員の方でないと見ることができない景色ですね。一方、中村1位はちょっとビビっております。空の景色を堪能したところで、いよいよ帰還。中村1位もすっかりこの表情。それでは厚木航空基地の滑走路に着陸します。着陸成功。空の旅を終え、無事戻ることができました。搭乗員の皆さん、ありがとうございました。本作業を終了しました。ありがとうございました。おい、カメラ回ってますか？お疲れ様でした。見てください、 C130R51 号でのフライト、無事に帰ってまいりました。忙しい訓練のフライト乗せてもらいましたね。いや、どうでした？カメラ。はい、日本で唯一の輸送部隊の航空機に搭乗し、とても感動しました。私が言おうとしてたと、ちょっと噛みながら言うのやめてください。いや、C130R、大きな飛行機、ちょっと可愛らしい、なんかぽっちゃり系航空機だな、なんか私の体型みたいだな、なんて思いましたけど、とんでもなかったです。もう本当に今おっしゃったように、輸送部隊の、とてもなくすごい飛行機ということが分かりました。海上自衛隊は、P3C、US2 だけではなく、C130R のようにいろんな航空機ありますので、海上自衛隊に入って、いろんな航空機に乗ることができますよ。関ズでは、次回もいろいろな装備品を紹介してまいります。チャンネル登録、よろしくお願いします。